山部、または山森部は、朝廷直轄の山林の管理や産物を奉納する職業部、及びそれを干渉する士族。自衛農民でありながら、時と場合に応じて、栗、竹、カツラなど山林の諸出物を貢献した。全国的に設置され、宮城十二門の門号にも、陽明門として、なお残す軍事的な部の民である。地方では、山部 あるいは、山辺忠、山辺公により統括され、中央の友の宮津子は、山辺蓮が担当した。山辺蓮は、天武天皇十三年に発色の姓が制定された、ことにより、宿根の姓を得ている。古事記によると、これのお世に、海部、山辺、山守部、伊勢部を定めた魔物引きとある。元織則長の古事記伝は、この山辺と、 山守部と同一のもので、兵器は誤りである、と述べている。日本初期末期第十二も諸国に礼して、解人及び山守部を定むとある、この山辺一族は、交流時に献納された、命杉旗との関連性が問われている。旗とは、二つの遺徳を称号するための寺院内外に飾られる、旗であり、命杉旗とは臨終に際して浄土へ往生する。 ことを願って行われる命すぎ、旗東法のための供養の旗である。そこには、死入の年月日や、生入者、供養される人の名が記載されている。法流寺の命すぎ旗は20例ほど知られており、そのうちの4例に、山部氏が携わっている。新有年3月1日6日、山部殿の奴なる片身願いのために、旗を見穂のうちに進む、山部五十古府。 山部、名は、島手古蓮の子を、山部レインの大焼けの奴か、松室の子、めぐみ千平城宮木館の和道五年五月十日にも、山部少年あずま人の名が見える。これは、山との、各軍から国を集めるために用いられたものである。天平十九年に作成された、法竜寺柄縁起並びる騎士財町によると、山林旧島の記載があり、寺院の所領として、山との、河内、 節、ッツ、ハリマの26箇所が挙げられている。大和国では、ヘグリ軍ヤブ号、坂道座と天下軍菅元教の三箇所が見え、そのうち、ヤブは、夜朝号と和名類受賞には記述されている。日本で意気上官には、聖徳太子が病気で亡くなった古事記を、岡本村の法林寺の東北の隅にあたる、渋山に葬り、樹木簿と名付けた、 という物語が載せられている。渋山の位置は未称であるが、山森部イコール、山部のことと類推される。人間天皇と建造天皇は、この説話に現れる片岡山に葬られており、現在の柏市あたりに否定されている。その他、張馬国風土器や藤原旧石、平城宮跡から出土された木管によると、思想軍の山部の存在が確認でき、 天平6年11月書者の石山寺所蔵の知識業からは、張リ国家母軍の山田上麻呂、山田お土女、山田恵徳の名が記載されている。詳細院文書にも山田一族が高群上里に住んでいたことがわかり、しばしば現れる、社協生、山部宿根張リカンの名前も、示唆的である。さらに、上述の法律事柄縁起並びる騎士財長によると、 法隆寺は、張馬国伊母軍、稲見軍、鹿間軍に合わせて21箇所の所領を有している。これらのことは、606年に、聖徳太子が水古天皇に、正万行、北家行の公読を行い、張馬国伊母軍に水田百兆を賜ったという記述とも合わせて考える必要があるであろう。太子はこの水田を、イカルガ寺に収めたという、兵庫県伊には、 イカルガ朝が1951年まで存在し、現在も大使朝という名前である。加えて、山部蓮が本拠地としたヘグリ軍より朝里は、現在の法隆寺西院ランの東方にあたるが、西方の坂門教には大原氏が居住していたという。坂門は尺度に葬られている。これらのことから、法隆寺のある大和国ヘグリ軍には、山部蓮一族が居住し、 大勢力となっていた状況が伺われる。張リ国は山部、山部ただし、彼らを干渉する山部連及び上宮家や法隆寺と密接な関係な関係があったのではないか。山部一族と大原氏との関連性も今後の研究課題であろう。というのが岸敏夫の意見である。ありがとうございます。